はいどうもー、レッドコンプレックスです。今回は期待以上だった FP のレフトウィング編になります。今回はそんなに左ウィングの選手持ってるわけじゃないので、いつもは4戦なんですけども、今回は3戦にさせていただきます。よかったら最後までご視聴ください。このようにね、選手や監督に関する動画を上げていますので、少しでも良いなと思ってくれたら本当にモチベになりますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それでやっていこうか。アリーベデルチ。一人目は、この選手ラヒーム・スターリング、オフェ戦99乗ってて、こう、足元数値めっちゃ高くてね。で、決定力もしっかりありつつ、このスピシュンがカンスト。で、ボディコンもカンストしていると。いや、本当にね、めっちゃこねやすいのよ。俺、ラヒーム・スターリングのプレイ集みたいなのを作ったんだけど、めっちゃかわせるし、なんか思った以上にね、背負えるんだよね。なんでなんだろう。フィジカルがあるわけじゃないんだけど、やっぱ足元数値とこのボディコンと、やっぱ足裏コントロールがでかいのかな、そういうのもあって、で、決定力もあるからミドルとか突き刺してくれたりして、で、スターリングスルーパスを持ってるから、パスも十分にうまいです。もう本当に完璧。2人目は、この選手、ルイス・ディアス。ルイス・ディアスって FP 化されたのこれだけかな。正直搭載されてたガチャの中では外れかなと思ってたのよ。なんだけどね、能力値見てもらったら分かる通り、めっちゃドリブルしやすいし、で、決定力そこそこあって、スピシュンカンスとキック力十分あって。で、フィジカルボディコンないけど、スタミナがあると。フィジカルボディコンないよ雑魚じゃんって思うかもしんないけど、来ました、スーパーサブ。もうたまらんね、本当に。これだけの能力者ってスパサブあるから、本当に後半から出したらもう無双状態。本当にさっきのスターリング同様、細かいから、ちょっとミスってもごまかしが効くし、本当にマジで強い。もう持ってるのに使ってなかったら本当にもったいないと思う。毛嫌いしないで使った方がいい、絶対。絶対絶対。で、3人目は、この選手レロイ・スタネー。まあ、そんなに言うことはないかな。強いこと分かってるか、みんなも。まあ、十分平均して高い。平均して本当に高いし、スピシュンカンストしてるし、で、キック力あって、ボディコンあって、で、これだけの能力値なのに、スーパーサブ。もう、スーパーサブ環境。で、足裏コントロールにワンシューワンパまで持ってるっていうね。使ってみてね、逆足とか気になるのかなと思ったけど、そんなこともないし、動き出しがすごくいいし、ライブアップでもちょこちょこ良かったので、そういった部分でもサネは結構使ってました。はい、いかがだったでしょうか。ちょっと今回は短めに終わりましたけども、いろんな優秀な左ウィングいましたね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。